who thought there were others like Aaron out there. I've got a lot of questions for Ymir. You didn't think there were others like Aaron? You fought the female titan. I mean, why wouldn't you think that? Reiner? Mm-hmm. Bertolt? Mm-hmm. Ymir? Oh, I mean... ウトガルド城の104機調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を。 Oh, here we go. Here we go. One of the best reveals in anime history ever. Let's go. 穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人のやつだ。It's so casual, they just reveal it like that. So casual. Like buddies to buddies talking. And Mikasa's like, what the fuck? 俺たちの目的は、壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが。エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろう。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねえんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。
Oh shit. Soi, 超大型巨人を仕留めよ。やつは人類の敵そのものだ。一斉にかかれ。Oh, Hanji, your voice gave me goosebumps. Get closer, Claws the Titan. Okay.That fucker's big. Oh! Oh shit. すごい蒸気だ。これじゃ迂闊に近づけないよ。Oh, we're gonna use the boulders to block the wind or the wind pressure. But I realize that we have no gas. Oh shit! Ah! I got this, guys. I got this. I ain't no bitch. Oh god! Ah! Ah! What do I do now? I'm this close. I got nothing though. Cutscene. That's what happens.蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。Alright, we'll wait then. Alright, we'll take care of the cloth of the armor titan then. Hey, what's that man? Oh shit. いつまで体を燃やし続けられるものだが。いずれ彼は出てくるはずだ。Final mission. Alright, kill the armor titan. Easy.Make sure Eren doesn't get killed. Gotcha! I gotta lie, this is so cool. Easy. Oh, he's not. Oh, he is. There you go, Eren.鉄で覆えない部分がある。脇はまた、あとは膝の裏側だ。There you go, Eren. There you go. あの時、二人の首を跳ね落としていれば、Just like Levi. 最大のチャンスを、私ならできたはず。なぜ、次はない。次はもう、There's no damage? Oh shit, I'm out of blades.止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。アルミン、エレンは？エレンは連れ去られたよ。
ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミ、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに、それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。そう、一刻も早くエレンを取り戻さないと。 Yeah, just Eren. Fuck you, Mir. Just Eren. Eren only matters. He's the only thing that matters. Doesn't give two shits about Ymir. Hanji, 説明を。うん。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで、夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話は、その後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。Everyone looks so stupid. 殺されてんなら普通にそういう。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず、無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し、記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな、ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らな、お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。
何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。くっ、ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。これは深淵団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ、クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れていかないのならここでお前らと戦って邪魔をする。Alright, here we go, here we go. Episode 2, charge. Our rescue Eren and Ymir has begun. Okay. Easy! Oh! Did that. Okay, these new weapons. Okay. Dude, it explodes when I strike. That's badass. Poor angle, fuck you. Poor angle, how is that poor angle? It's a good angle. Oh, come on. I knew that was coming. Try to evade that. These weapons, these swords, when you attack, it fucking explodes. I love it. I know, right? What a bunch of faggots. Thought we were all friends, but they all lied to us. Try attack. Oh, look at that explosion. Where are these weapons in the Attack on Titan universe? I mean, come on. Alright, cool. Got all the Titans. Oh my god, this guy. Can you not? Ymir! Yes, that was Ymir. Ymir, you cunt! Oh my god, she ugly. Wait for me! This is Ymir! さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘、クリスト食いやがった。クリストまで連れ去られるわけにはいかない。 It just ate her! It ate herI understand everyone wants a piece of Estonia, but come on, Ymir. Oh yeah, the military police are with us. Yeah, I forgot. They come with the survey corpse to actually, I don't know why, I think just to see what they do or something. I don't know. But they do go with them. Nice. やめろエレン、暴れるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今まで
ずっと騙してたのかよ。お前ら、今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだ、エルヴィン。巨人を引き連れてきやがった。おうしい。巨人から距離を取る。Everyone's a fucking badass, dude. 存亡の命運は今、この瞬間に決定する。総員突撃。Ymir, you're gonna fight to fight Ymir? Great. Ymir's a boss. Fucking cunt. I got you, buddy! It's okay! Oh! Never mind. Watch, Mikasa! Ymir を殺さないで! それは Ymir 次第でしょ? 私は邪魔する者を殺すだけ! 選んで! Ymir だってライナーたちに従わないと殺されるの! 選択肢なんてないんだって! エルヴィンたちよ、進む。エレンはすぐそこだ、進む。私が尊重できる命には限りがある。その相手は6年前から決まっている。なので私に情けを求めるのは間違っている。なぜなら今は心の余裕と時間がない。クリスタ、あなたもエレンとユミル、どっち？あなたも邪魔をするの？はっ、兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく、さまざまな拷問が。悪魔の末裔が目出やししてBye bye, Reiner! Oh, what a cut! Ooh! That looked like we died! That looked like we died! Oh. Oh. Oh, Hans!見てろよ、お前らの母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ、俺がケリをつけねえと。Oh shit.
Ah, Titan's blocking the road. Ah, shit. Oh, they're just falling. That Titan was just falling. They're right on throwing them. Jesus Christ. Easy. Ooh. Scream. Oh my god, you're not dead. もに動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。はいはい。ヘッドレスロックシングル。オッケー。縁壇されたままじゃやばいぞ。I failed one attack. What do you mean? I didn't feel nothing. Fuck you. そうだね。エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。クリスタ、あ、ヒストリア。Her name is on Historia now. And...She says we help Krista. Her name is Historia. Get her right. これでクリスタたちと話ぐらいはできる。あとは私たちがクリスタとユミルを説得して戦線に戻ります。クリスタ、コニー、違うよ。私の名前はヒストリアっていうの。巨人だ。ユミル、人のために生きるのはやめよう。私たちはこれから。私たちのために生きようよ。いればどんな世界でも怖くないや。Why are you saying that kid is? You're welcome. That police officer. You little bitch. I can't. Oh my god, I'm so fucking great.教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのは
エレン、お前だ。くそ、ぶっ殺してやる。この機を逃すな。撤退せよ。Oh, we out. Yumiru. Go. その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ必ず突き破る。真実を隠している壁を。まだかな。Ho! And that concludes Season 2 playthrough. Oh my god, finally! Whew, finally, we're done with the Road to Attack on Titan. Oh, yeah, we're done with the Road to Attack on Titan 3. Or Season 3. Whatever. We're done. We're Gucci. I've seen the anime so many times, the first season. I've even played through the game, reading the manga.The first season, it got a little boring because I kept seeing the same shit, the same cutscenes, the same shit all over again. But with season 2, it was kind of a refresh. Even though I've seen season 2, it was still refresh because it was new cutscenes in game for season for the Attack on Titan game, Attack on Titan 2. But it's whatever, it's still kind of the same game with some different game mechanics here and there, making the game a little bit more challenging and not too easy to kill Titan. So overall, it was alright. Now I know there's more content after, you know, this actual ending, but we're not gonna do that. We're only doing season 2 content. So we're only playing to Attack on Titan season 2 and that's it. Some of the cutscenes compared to the anime did a whole lot better, and some of the cutscenes in the game look pretty fucking cool. But, you know, what, like everyone, I prefer the anime a whole lot more. They could have been more better. But the cutscenes did look more fleshed out, more lighting was better, had a different tone. I liked it. It was cool. It was fun. So season 3 is next and I can't wait for that shit. I'm pumped. Hope you guys like the way how I edited this series, these playthroughs. This is the shortest playthrough I'll ever do because of how short season 2 content there is in this game. So, hope you guys enjoy this short playthrough. And now on to season 3. Hell yeah, man. And look at me. That's me. Am I gonna appear in season 3? Am I gonna appear? Am I? Is that a yes? Is that a no? No? Well, until next time, buddy. Until next time. Hell yeah.